全倉、旧沢原家住宅は、広島県呉市にある歴史的建造物。同家は、屋号を、沢田屋と称した商家で、代々商屋などの養殖を務めた。国の重要文化財。外観のみ、見学可能で、基本的に内部は、一般公開されていない。沢原家は、屋号、沢田屋で、酒造業を営み、江戸時代後期19世紀初頭に、商屋また村にて、 庄屋や秋群裏組旧家村の割庄屋を歴任した。第五代当主、沢原森綱は、貴族院多額納税者議員に枯選され、また厚い秋門徒として、進む特許を設立のための支援を行うなど、数々の社会事業に尽力し、現在歴史の見える丘に記念碑が混流されている。第六代当主、沢原敏夫貴族院議員に、枯選。 1911年から1917年まで、呉市長を2期務めている。年尾も、最強自門と総代やストック教理事を務めるなど、秋門都として知られている。沢原家がこの地に住み出したのは1729年からで、現在の母屋は1756年に再建された、ものである。広島藩主、浅野人氏兼 孫能論の僧侶宇都宮木林が投入した記録が残る。特に三つツと呼ばれる土蔵が有名。呉中心部から若干離れた位置であったため1945年、呉軍港空襲で奇跡的に損壊を免れた建物であり、歴代当主が最小限の改築のまま今日まで活用してきたという点でも貴重な建物である。2005年国の重要文化財に指定。 近年では、この踏みを、この世界の片隅に、での一場面に登場し、いわゆる聖地巡礼として、観光客が訪れている。当住宅の敷地は道を挟んで東西に分かれるが、この道は、蝶の機械道と呼ばれ、明治時代初期まで呉から広島を結ぶ、唯一の道であった。沢原家が保存していた、古文書群は、呉市に帰宅されている。 2005年7月22日付で思屋などの建造物9棟と土地が国の重要文化財に指定され、他に兵など4棟が不指定とされている。指定物件は以下の通り、宅地面積222.89 22. 平方メートル。設計は不明。沢原家の宅地は町の機械道を挟んで東と西に分かれており、 おもやなどの下立物は東側、前倉と新蔵は西側の宅地に立つ。東側の宅地は北西寄りにおもや、その南に前座敷が立ち、宅地南西端に表門が立つ。このほかおもやの北東に接して元倉、南東に接して三角像が立つ。宅地の東半部には、元は酒造関連施設があったが、1949年に撤去された。 宅地の南辺には石垣を築き、その上に土塀を巡らせる。表門、前座指揮官の通路には石段と注文があり、前座式前の庭には社が立つ。西側の宅地は、蝶の機械道を挟んで母屋と向かい合う位置に前倉、または三津倉と称される三棟の倉が並列して立ち、その北に心臓が立つ。前倉、心臓間には石段がある。 以上の宅地の形状は、江戸時代末期から変わっておらず、当時の屋敷構えが保存されている点で貴重である。現存する建物群は、原文5年の火災後の再建である。各建物の建立年次は、沢原家伝来の資料、沢原家三大略記によれば、母屋が法暦6年、前座時期と表門が文化2年、前倉が文化6年である。元倉は、 胸川に打ち付けられていた遺体から天保を4年建立と判明する。三角像は江戸末期の建立と推定され、心臓は1905年の芸与地震後の再建になる。その他、明治末期に2階部分の増築や洋麻への改修など手を加えている。ありがとうございます。